えっと AI にどういう目的を設定するかによってうまくいく場合とうまくいかない場合があると思うんですよね。なのでそのじゃあ環境そのなんか地球環境を温存したいよねっていう目的を設定してじゃあその通りにあの頑張ってくださいっていうので AI に権限を渡した場合って多分あの人類全部殺して終わりなんですよね。要は人類がいなければ地球環境って保存されるので。 なのでそれを持って良かったねってなるのかどうかで逆にその人間にとって幸せな社会を作った方がいいよねっていうのであればまたそれも変わってくると思うので多分その AI がどうこうっていうので人はその考えを止めがちなんですけど AI ってあくまでその目的を実現するために人間よりも優秀にこなす可能性のある仕組みなんですよ。 なので、その、例えばじゃあお金儲けたいっていうので、その AI の言う通りにやるっていうのであれば、結構な確率でお金儲けられる可能性はあるんですけど、ただ、そこの設定っていうのがお金儲けるとは何かで、そのじゃあ僕がお金儲けたいって言っても、あ、じゃあ腎臓とか肝臓とか切り離して売った方がお金儲かるよねっていうので、僕の体バンバン切ってなんか腎臓とか肝臓とか売っちゃって、すげえ儲けっていうのをやる可能性もあるんですよ。 その、ゴール設定がどうなってるかっていうのが AI の良さなので、その、ゴール設定間違えると、その、本来意図したことと違うことが起こるよねっていうのがあるので、そこら辺のゴール設定次第だと思うんですよね。で、そこら辺はあの、昔から映画とかで、あの、なんか、三つの願いとか、なんかあの、うさぎの手の、の猿の手か、のお話とか、なんかその、えーと、 えのね、息子さんが死んだ人にあの3つお願いを叶えてやるっていう神様が出てきて。 で、えっ、ー、と、息子を助けてあと息子を蘇らせてくれって言って、墓からあの腐った息子が、こう、ボコボコボコって土を掘って出てきて、ゾンビが帰ってきて、いやいや、それじゃねえよ、みたいな、っていうよくある設定なんですよ。昔からこういう設定があのショートショートとか、ホラー映画とかなんですけど、っていう感じで、その、万能だと思われている AI だったり、その神様だったりも、ちゃんとこういうのを実現してくださいっていう設定を細かくして言わないと、あ、ペットセミタリーとかそうね。 あの失敗するので、なのであの AI も使う人の賢さ次第なんじゃないかなと思います。アホが AI 使うと失敗します。